10月2日、松山市役所で輝き松山大賞の表彰式が行われました。この輝き松山大賞、松山市の名声を高めるような活動をした個人や団体を表彰しています。今回受賞したのは松山工業高校3年の石田幸人さんです。石田さんは8月に石川県であった第13回若年者ものづくり競技大会で電子回路組み立て職種に出場。プログラミングやハンダ付けの技術を競い、20歳以下の学生29人の中から90点以上という高得点を叩き出し、見事金賞に輝きました。毎日の練習の成果が出て結果として出たので嬉しいです。ものづくりの魅力はやっぱり自分で作りたいとか、作ろうと思ったものを作って、でなんか生活だったりとか、そういうのが便利になるっていうのが魅力かなっていうふうに思います。一番近い目標としては、もう一個大会、別の大会があるので、それで優勝できるように頑張るっていうのと、まあ、将来的には何か人の役に立つものを作れたらいいなと思います。趣味はプログラミングという石田さん、今後も技術に磨きをかけて、さらなる高みを目指してほしいものです。はい。